1977年の神奈川駅の状況。周囲約500メートル範囲。上が、稚内方面。ホーム上左に、待合室。名寄川に、踏切があり、右手500メートルほど先に、避けます、センターがある。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成下、中川駅は、 北海道中川郡中川町地中川にあった北海道旅客鉄道宗谷本線の駅である。電報略号はモカ。利用者禁止に伴い2001年7月1日に上尾の府内駅、足川駅と共に廃駅となった。廃止直前、当駅には普通列車が朝夕の2往復しか停車しなかった。手塩中川駅より手塩川の下流に位置するため。廃止時点で、 単式ホーム一面一線を有する地上駅であった。ホームは線路の西側に存在した分岐器を持たない防線駅となっていた。仮上工場に羊を持つ無人駅となっており、駅舎はないがホーム中央部分に待合所を有していた。待合所は物置のような形態であったが、かつては木造であった時点では木造の建物であった。ホームは 板張りで有効長も短かった。旭川方にスロープを有志駅施設外に連絡していた。廃駅後はすべての施設が撤去され、現在は跡形もなくなっている。1975年に発行された中川町市では主に学生が利用とされている。周辺は樹林と牧草地が広がっていた。下中川かり上降場に関するカテゴリー。 ありがとうございます。